京川やかし秘長は、立花の未来のライトノベル。明治時代を舞台に、実在の小説家、泉京科をモデルにしたミステリー系シリーズである。1996年に、小学館キャンバス文庫で発表された後は、1998年に、ンだらけ出版部へ、そして2007年に、学研へと出版社を移る。2009年6月に、ドラマ CD 化もされる。 2016年9月15日に出版された漫画、強化あやかし市長月にいて原作者の請居が発表され、当作が実質の最終巻となった。時は明治33年、帝都、東京。雑誌、幻想クラブ編集部に入社した新人、勝木き美は憧れの作家、泉京化の担当を任される。 用紙探偵で不思議な力を持つ教科に関わったことで、見える力を目覚めさせてしまった、勝木の周りでは、次々と、奇怪な事件が巻き起こる。幻想と有限がはびこる程度にて紡がれる、怪しくも美しく、時に恐ろしくも、悲しい奇断物語。声優は、ドラマ CD 版の物学研も、エギデラックスから出た、教科シリーズの漫画をまとめたもの。 また描き下ろし漫画も収録。発売は学研プラスのノーラコミックス。ガツを呼び完全版に収録された作品は原作者原案であり小説ではないがシリーズ最終作となる。ありがとうございます。